始まるよ。どうもみなさんこんにちは、タルボコージョのアンドゥです。今回もゾンビ回避じゃないドッキリ神回避5、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それじゃあステージ20ゾンビ回避、ちょっとごっちゃになっちゃいましたが遊んでいきたいと思います。スタート。ゾンビ回避、今友達みたいなやついたよね。あーなるほどね。うわーもうダメだ、こいつは手遅れだわ。シンプルに一回何も考えず脳筋で進んでみるか。パワー突破っていう言葉があるもんね。バイオハザードとか遊ぶとき俺パワー突破大好きだから行くわ。勇気、度胸、根性、そういうことよ。あ、やっぱ世の中ね、パワーだけじゃなんとかならないんですよ。なんか押すって書いてあんな。押してみるか一旦。あ、乗ってる。え、あ、引き付けたけど大丈夫、近すぎない、さすがに。バレ、気まずいって、目と目が合う瞬間だったって。これが恋だったもん。今なんかある、他に消火栓とか。いやないな別に。アイテム、あ、みかん、ダンボールの箱。え、でもこれでどうすんの。だ、え、なるほどね、スネークスタイル、そういうこと。いける、ダンボールの箱ごまかし大作戦。気まずいって、大丈夫か。いやでも全て理解した。ダンボールで隠れます、で押してこの手前のゾンビを引きつけます。ただダンボールがあるからバレません。はいはい、来た来た来た。で1体目突破、はい次ここよ。でどうするかって話よな。でも正直こいつ後ろ向いてんだよ。後ろ向いた鏡、これがなんかキーアイテムになる。鏡であのゾンビ突破できるか。だが今はこの鏡を信じるしかない。何やってんのお前、さすがに変人だって。え、え、バカでした、知能3。こいつ俺か、仲間仲間みたいなね。バカだったあいつ、ちょろ。夢落ちエンドでした。それじゃあステージ21果てなかい。出たこいつ、このシリーズ恒例毎回出てくるけど、こいつが一体何なのか毎回わかんないんだけど。出たよ、出たよ。1位そうしたごとに近づいてくるパターンね。はいはい、これ確かね、なんか花を集めんだよね。わかるよわかる、まだいける、まだごまかせる。あれ無駄なことした、なんか来た、なんか来たぞ。やべえやべえ、ピンチ。なんかこの花で買収できない、買収しよう、無理。いちごは、いちご買収は、話が違う。いや分かった、まず花を集めていくんだ。1花で2花で、こいつが当たった時にあのなんかイチジクみたいなの落ちてきたから、ここだ、ここで3つの花束合体アイテムであげる。来た来た来た。でこのイチゴ拾ってこれ渡せば、何？なんか、え？だ、誰？浮気？なにこいつら？え？お前よくそんな冷静でいられんな。お前、科学者とかで売った方がいいよ。絶対この生物。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。うん、バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が面白いと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また、概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう！バイバーイ！